はい、皆さんおはようございます。12月16日木曜日の朝でございます。大渋滞です。はい、今時刻が7時46分ですけど、今日ね会社出るのがちょっと遅くなってしまって7時15分頃出ました。これから東広島市皆賀というところにねコンテナ引き上げに行くんですけど、まあ事務所で、現場もらって、ほんでコンテナを下ろしたりしよったらね、で車自家用車入れ替えたりしよったらちょっと時間かかってしまって、まあその15分いつもより15分ぐらい会社出るのが遅くなったかな。まあそのおかげでこの山陽道広島東入り口の渋滞にはまっておりますねえ。あと、37.8キロか、所要時間46分ですけど、おそらくもうちょっと伸びるでしょうね、所要時間はね、この渋滞のおかげで。昨日ね YouTube 見ながら、まあいつも通り寝よったんですけど、ダウンタウンの松本人志さんがマンネリが必要なのよってね言われてましたけども、はっと思いましたね。ほんとね、マンネリが大事なのかとね思いました。だから今日もこうやっていつも通り渋滞にはまってますし、まあいつもと変わらぬ動画になってしまいますけど、まあ本当ね考えたらそうですよね。マンネリって一番知らず知らずの間に多分精神状態安定してますよね。刺激もそりゃたまには欲しいですけども、でもそれによってね精神状態結構浮き沈みに しますんでね、やっぱりマンネリが一番精神状態が安定して過ごせるんかなと思いました。はい、だからもうこのマンネリ化したジーコチャンネルですけどもね、これからもこんな感じでやっていきたいと思います。はい、今ね現場の方着いたんですけども、ちょっとねまだ積み込み中みたいです。もうちょっと待ってって言われたんでね、今待ってます。手伝おうと思ったんですけど待っといてって言われたんで待ってます。言うこと聞いて、はい、予定通り着きましたね。何時今、はい、8時35分。あれ消えたね。まあいいや、8時35分です。よし、はい、じゃあ東広島市皆賀の現場を出ました。時刻8時51分です。さあこっからドバイ向いて帰りたいと思います。はい、こっからね 36.5キロ、所要時間45分です。よいしょ、じゃあ左手に新幹線東広島駅を見ながらドバイ向けて帰ります。今の現場は10時半までに引き取りに来てくださいっていう現場だったんで、僕8時半過ぎに着いたかなだったんですけど、はい、まだあの積み込みされてましたね。えらい早来たねって言われてね、ちょっと待たされたんですけど、はい、まあ問題ないですね。10時40分です。さあ皆賀の廃材を土場の方へ下ろして、これから2現場目佐伯区八幡東へ向かっていきます。今回はね次は入れ替えですね、コンテナ入れ替え。いやほんまね、昨日の朝からていうか一昨日の2日前の夕方ぐらいから手積み1回もしてないですね。昨日も手積みせんかったし、今日も今のところ手積みしてないしね、いいんでしょうかこんなことで、ほとんど運転、まあその間にね仕分けとかまあいろいろしよるんですけど、手積みやってないんでね、昨日2日前から広島インター乗ってから、所要時間あと20分ですね。 15.6 キロで現場の方へ着きます。まあ近いですね。はい、でも今ね10時41分なんで、多分入れ替え作業して昼までには下ろせそうないですね。ちょっとギリギリ上がれない感じですね。はい、じゃあ五日市インター降りて石内バイパスに入ってきました。今から行くとこが新築現場で、結構分譲なんでね、何棟も建ってるんで職人さんの車がいっぱい
止まっとったらね、すんなり作業できんかもしれませんね。まあ毎度のことなんですけど、まず着いたら職人さんの車を移動してもらうことから始めないといけないっていうね、まずそこからですからね。なかなか、むっちゃ狭い。コンテナの前にね、あの境界ブロックを突き立てで、やばい。左側もね、杭が立っとるし、3回4回と切り返さんと。よし、一回これちょっと道路へコンテナを置かんと、もう敷地内では作業できませんね。今廃材が入ったコンテナ背負ったんですけど、これを一回、まあここね、前の通りが若干広いとこがあるんで良かったですけど、はい、これリモコンでね。ああ、はい、もうブレーキ離すと勝手にキャビンが前に進みますからね。コンテナの重さで、コンテナは動かずにキャビンだけ前に進みます。はい、じゃあ空箱今からまた引っ掛けて元の場所に設置して、で廃材のコンテナまた引っ掛けて現場出ます。はい、じゃあ八幡のセブンイレブンやってきました。八幡東か。はい、ここでお昼ご飯にしたいと思います。はい、お昼ご飯買ってきました。今日はね、どん兵衛。はい、どん兵衛。この間も実はね、どん兵衛3日前ぐらいに食べたんです。どん兵衛と紀州南高のこの梅おにぎり。はい、もう5分ぐらい経ったじゃろ。よいしょ。これ大体僕はいつもね、もう大型なんで、血液型がこんなものはもう後入れって書いてあるけど、もうお湯入れるときにみんな粉末粉と一緒に、粉末粉と一緒に入れるんですけど、今日はちゃんとね動画撮影してるんで後から入れました。はい、じゃん、どん兵衛の完成。食べたいでしょね、食べたくなりました。夜中とかなんか食べたくなるよね、無性にね。夜中っていうか夜食でね、どん兵衛ね。僕はもう年越しそばはね、あのいただきます。年越しそばはあのどん兵衛のあのそば、肉そばとかあるじゃないですか、天ぷらそばとか、 あんな分、あれがもう一番いいですね。うん、あれが一番美味しい。うん、うまい。この揚げのこの甘いのがいいよね。甘い汁がじゅわーっと出るのが。このどん兵衛もなんか皆さんこだわりあるでしょ、作り方がね。結構5分より早めにやってね、ちょっと固めで食べる人とか、10分ぐらいあのお湯入れて10分ぐらいしてから食べるっていう人もいましたね。うん、またこんなものばっかり食べよったらね、怒られそうですけども、視聴者の方に。雨が降ってきて車内が曇ってきた。やっぱ違うね、セブンの おにぎりは。美味しい。うん、海苔がうまいね。あ、落ち着く。いいですよ、雨音を聞きながらどん兵衛食べるのもいいですよ。あ、落ち着く。今の現場も結局着くのは11時5分ぐらいに着いたんですけど、もう周り、箱のね、だから積み荷の周りにも何も煽りが立ててなくてから、もうそれを立てるのにね10分ぐらいかかって、でなおかつ現場の中で入れ替え作業が10分ぐらいかかって、正味20分ぐらいかかりましたね。
だからもうどっちにしても昼に下ろせなかったんで、ドバにね、先に早めにご飯食べてます。さあ、時刻が14時37分、先ほどの廃材をドバに下ろしてね、またサイキックに来てました。ここは五日市中央ですかね。はい、よいしょ、ちょっと横断歩道ね、よし、はい、五日市中央の方に入れ替えに来てました。また手積みじゃなかったですね、これ3回戦なんですけど、もうほんと多分今日これ持って帰ったら何時かな、4時前、仕分けが終わって、まあ、4時前ぐらいになりますよね。多分現場側とあっても1台あるかないかなんで、いやー今日も手積みなかったなっていう感じになりますね。ほんとね、丸2日手積みしてないとか今までなかったと思うんですけど、ね、そんな感じで今日も手積みなしで終わるかなという感じですね。はい、まあ、雨もね降ってきました。で、明日金曜日はなんか雪になるみたいで、北部の方はおそらくもう朝から雪でしょう。雪がちらちら。で、南部のこの沿岸部の方でもちらちら雪が舞うって言ってたんでね。はい、まあ気をつけて運転したいと思います。はい、雪が積もらないことを祈っております。はい、じゃあ今日は、五日市のコイン通りからお別れですね。はい、じゃあご視聴ありがとうございました。さようなら。